本日は山形ユースサミット2024庄内町エリアセッションにお越しいただきまして誠にありがとうございます本日のイベントは撮影・録音・録画は禁止とさせていただいておりますのでご了承ください携帯電話は電源をお切りいただくかマナーモードに切り替えていただくようお願いいたします本日 YouTube をご覧になっている皆様で英語翻訳が必要な方は YouTube 設定上の Thank you for coming to Yamagata Youth Summit 2024 Regional Forum in Shonai Town. Taking pictures, audio, and video recordings are strictly prohibited. Please turn off your mobile phone or switch it to silent mode. If you are watching this on YouTube and need an English translation, please use the translation function in YouTube settings. Thank you. 皆様こんにちは大変お待たせいたしました。山形ユースサミット 庄内町エリアセッションを開催いたします私は本日の司会進行を務めますプリーアナウンサーの井上直子と申しますどうぞよろしくお願いいたしますえ本日 YouTube をご視聴さなさっている皆様は英語翻訳が必要な場合は YouTube 設定上の翻訳機能を使ってご視聴をお願いいたします また、皆様のお手元にはボードをお配りしておりますが、こちらはディスカッション終了後に、皆様の感想やご意見を記入いただくものとなっております。皆様からの貴重な発信のご協力をお願いいたします。また、本日お配りしております資料に QR コードがございますので、読み込んでいただき、アンケートへのご協力もお願いいたします。 Hello, everyone. Thank you for coming to Yamagata Youth Summit 2024 Regional Forum in Shonai Town. I am now going away, a freelance announcer, and I'll be an、um, MC for today's event. It's a pleasure to meet all of you. Thank you. If you're watching this on YouTube and need an English translation, please use the translation function in YouTube settings. Thank you. 海外に向けた山形の存在感を高め、若者や外国人にとって魅力的な山形県の実現を考える 山形ユースサミット今回のテーマは多文化共生社会への架け橋それぞれの立場で異文化異言語間異業種間世代家族間での重要な橋渡し役を担っているパネリストたちが社会的経済的なブリッジとしての役割の具体例や楽しさ厳しさそして今後の展望などについて議論し交流を深めてまいります。山形ユースサミットは 9月22日文章館で開催されましたオープニングイベントを皮切りに10月22日に行われた南陽市そして本日の会場となっております庄内町11月10日船形町月11月17日山形市の山形県内にあ4カ所においてそれぞれの地域文化や課題となっているものについて議論してまいります。 また、直接会場にお越しいただくことができない方は、YouTube 配信を通じて、議論の様子を見ていただくことが可能です。さて、本日の会場は、山形県立庄内総合高等学校会場に開催しております。山形県立庄内総合高等学校は、庄内地方中央部にある庄内町に所在し、北に町海山、南に合山を望む庄内平野の地にあります。 昭和2年にアマルメジスカ女学校として設立され平成7年には県内初の単位制総合学科を設置し平成9年に校名変更して現在の県立庄内総合高等学校となり県内総合学科のパイオニアとしての歴史を積み重ねております部活動では多くの運動部文化部が日々の練習に励み高校生活を充実させて体操部では 県高校総体で26連覇を達成令和4年度四国インターハイでは種目別競技の跳馬で優勝する活躍をしています地域の小学校で先生役をする連携授業地元企業でのインターンシップボランティア活動など魅力的な学びがたくさんある高校です本日は山形県立庄内総合高等学校の皆さんにもご参加いただいております パネルディスカッションの後に皆さんからのご意見も伺いますので何か質問することなどを考えながらぜひお聞きくださいそれでは初めに本日の開催時となっております庄内町の戸賀市徹町長よりご挨拶を頂戴いたしますよろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは 山形ユースサミット in2024in 庄内町ということでですね本当に多くの皆さんからそして庄内総合高校会場に全校生徒の皆さんから参加をしていただいてですねこの庄内会場ができますこと誠にうれしい限りでございます。今回のサミットのテーマ多文化共生社会への架け橋ということでございます。 庄内町には現在138人の外国籍の方がいらっしゃいます山形県内だと9100何人というふうにお聞きをしているところでございますがそれぞれ違ったバックグラウンドを持ちまあ当然同じ日本人の中でもバックグラウンドが違えば文化も違うあるいはその山形県以外ということもあるんだろうというふうに思っておりますまあかつては方言一つとっても山形県内は庄内地域最上地域村山地域 地域とあるわけでございましてそういった意味でも同じ県内においてもバックグラウンドが違ってたんだろうというふうに思っていますそしてここ庄内町は、えー、明治の26年に亀能というお米の、えー、美いしいお米のルーツである亀能が創生されて現在のつや姫あるいは雪若丸のルーツにもなっておりますそしてもう一つ、えー、世界観外遺産になっている北舘大関っていうのはもう400 12年前ですか今から数えるとその時にすでに水道大関が作られております小学校5年生の社会科の授業には必ず庄内平野というのが出てきますそういった意味では皆さんがこの庄内という名前ブランド名というものをもっともっと庄内総合高校の生徒の一人としてですね、誇りに持っていただけるのではないかというふうに思っています 今日は特にパネラーとしてディスカッションには地域おこし協力隊の玉越さんそれから去年ふるさと CM 大賞グランプリえ皆さんが頑張って作った CM が県のグランプリになりましたえ後ほど多分報告があると思いますけど今年11月からですね渋谷のスクランブル交差点でも流されるということになりましたので是非とも東京に行った折あるいはですね友人知人の皆さんには 拡散しててくれとといいいいいいううう話も広めたたただいたらありがたいというふうに思いますそれから、えー、稲作農家の代表であります佐藤雄太さん、彼は、えー、ゲストハウス、モッケーハウスなどの運営もしておりまして、そこにも、えー、外,外国籍の方がよく、えー、滞在しているというふうにも聞いておりますので、まあ、農家と二足のわらじを吐きながらのその多文化共生に向けたお話も聞けるのではないかというふうに思います。 それから池舞子さんですが彼女も地域おこし協力隊ということで、えー、彼女は沖縄からの、まあ、移住者ということで,です、ねえー、月何度かは地元立家座沢の方で、えー、沖縄そばのお店を出したりいろんな形で食文化も含めてです、ね、情報発信をしていただいております。 それから ALT の佐だ先生というようなことでですねこのように多様な皆さんがそれぞれ違ったバックグラウンドを持ちながらですね今日多文化共生の架け橋というキーワードを一つにしながらですねそしてこの庄内町が美味しいお米のふるさとであるということも含めてですねきっと庄内町からの新しい情報発信をしていただけるというふうに思ってますので私も皆さんと一緒に最後まで共に楽しみたいというふうに思っております。 このサミットが来年さ来年と続きながらですね新しいまちづくりの情報発信につながることを改めて記念申し上げまして開会のあたっての挨拶にえさせていただきたいと思います皆さんと一緒にともに楽しみましょうよろしくお願いします東川省長ありがとうございました それではパネルディスカッションを進めてまいります本日の庄内町をはじめすべての会場でファシリテーターを務めていただきますブランニューデイ株式会社ブランディングプロデューサーの三浦健さんですよろしくお願いいたします拍手でお迎えくださいはいみなさんこんにちはこんにちは さはい。はい。私は今日、私の前に来ています。7年間の間に、私は最初の2年間の英語難しいですね。<laughs> 皆さん分かってますかね。か結構頷いて。さっきからの英語のインタビュー <Hi. S 2> あのイントロで流れてます。けれども

I'm helping yes. the company's uh, website, creating yeah. a website. Mm -hmm. So that's why I have been in this town to uh shooting some photos right. or something like that. Yeah. So what do you like about Shonai town? Actually, uh, all the time I visit here I always eat ramen. ramen. Actually today I I had ramen that the ramen place called uh manto. Manto. Manto this ramen. <laughs> マントって読まないですかね。ホワイトハウスっていうこう<ー>なんかカフェあの喫茶店の目の前にあるラーメン屋さんにえっ、ー、と今日も行ったし、あ,<ー>あと前回来た時もラーメン屋さん行ったんですけども、<laughs> すごいですね。はい、なんか10時ぐらいからラーメン屋さんがやってるんですよね。<ー>それにびっくりして来るたびにラーメン食べてますね。So anything else you like about Showaichi besides r a m そうですねラーメン以外で好きなものというと <laughs> ラ,ーラーメンしか食べたことないんですが <laughs>、はい、今日テーマになっているお米、はい、ここについてえ今日どういうことを知れるのかというところははい、はい、とても楽楽ししみみですね,楽しみですねそれでは早速パネリストの皆さんご紹介いたしましょう皆さん拍手でお迎えくださいじゃあ皆さんはこちらにどうぞ <laughs> 庄内町地域おこし協力隊の玉越宏さん。 山形県立省内総合高等学校総合学科3年の横瀬ゆ衣さん佐藤ゆずさん鈴木里乃さんうまいもん株式会社代表もっけハウスオーナーの佐藤裕太さん省内町新産業創造協議会第6次産業化支援員の池井舞子さん省内町教育委員会外国語指導助手のハイニーサラ美智子さん 以上の皆様です。す。よろしししくお願い,いたしますそしてここからの進行は三浦さんにお願いいたします。んおそれください。 改めまして本日のユースサミットを始めさせていただきたいなというふうに思っておりますじゃあ始める前にですね改めて今日のテーマをですねパネリストの皆さんそして会場の皆さんにもご紹介させていただきたいと思います本日のテーマ「北舘大関から始まる米文化おいしいお米のふるさと庄内町の魅力発信へ向けて」というテーマでお送りしたいというふうに思っております ユースサミット、こ今年はここで2回以上目になりますけれどもで、えっと、年としては3年目になりますでこんなに多くのオーディエンスの方がいるユースサミットっていうのは、今日が実は初めてでして、えー、そしてしかも高校生っていうところで,です、ね、皆さんの反応があのちょっとでもこう面白そうだなみたいな感じで、思っていただけたら、きっと話す側の皆さんもです、ね、話しやすいと思いますので、ぜひなんかこの場をよく楽しく皆さんで作っていけたらなというふうに思っております。 えー、それでは最初にですね、本日の登壇者の方にちょっと一言ずつ一人一分ぐらいでえっ、ー、と自己紹介やまああの普段やってることですとか、と本日の意気込みなんかをですね簡単にお話しいただければと思っております。うん、はい、では玉子さんから順に、うん、はいお願いいたします。じマイクを使ってはい。はいえー、皆様あたいましてこんにちは。ちは,はい、えー、私はあの町内町地域おこし協力隊の玉子と申します。 えと2021年12月からですねこの庄内町に移住しておりまして現在は庄内町の清川というところに住んでおります。でえー、と今はヒストリア・キュレーターという役,役職名を一応いただきまして名前はすごいかっこいいんですけども、えー、と歴史を発信するということで歴史を学びながら地域の歴史を学びながらそれを発信しながらお客さんに来てもらうっ、えー、とたくさん盛り上げようという活動をしておりまますす今日よよろろししししくくおお願願いいます。 ではえっ、ー、と、庄内総合高校の皆さんも順にお願いいたします庄内総合高校三年の横瀬優衣です今回はいろんな情報発信ができるように頑張っていきたいですよろしくお願いしますよろしくお願いします たくさん発言していけるように頑張りたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、三年の鈴木りのです。 昨年の CM 大賞で監督を務めさせていただいたのでここに立たせていただいております今日はたくさん庄内町についての情報の共有ができたらいいなと思っていますよろしくお願いします佐藤さんお願いしますはい。うまいもん株式会社の代表の佐藤優太と申します えー、まあ農業を行う傍ら、えー、ゲストハウスもっけハウスというところもえー、と空き家を回収して、えー、と余る名機から徒歩7分くらいのあのー、居酒屋2号店さんあたりであのー、営業しております、えー、今日は皆さんに何かいい時間になればいいなと思っておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは池江さんお願いします 省内町新産産業業創造協議会の6次産業化支援員池井舞子と申します私は2018年に地域おこし協力隊で沖縄県からこちらにやってきて今任期を終えてその時に商品開発をいろいろ行っていた関係もあって今は商品開発をサポートする側でクラッセの中にある共同利用加工場と立谷沢にある立チラボの共同利用加工場を の管理サポートを行っています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。サラさんお願いします。はい、皆さんこんにちは。あのハイニーサルと申します。庄内町のえっと教育委員会の外国語指導上級です。えっと出身はアメリカのインディアン州なんですが、庄内に住むのはあの三年間ぐらいですよね。 えっと普段はずっと英語で話しますが今日日本語で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今自己紹介いただいた皆さんをあの中心に今日のディスカッションを進めていきたいと思います。であの一人ずつ喋っても多分つまんないと思いますので皆さん少しでもあの学びになるようにですねいろいろと意見交換しながらディスカッションしていきたいなというふうに思っております。 え最初にちょっとお話をお伺いしていきたいのが、えー、こちらで米農家として、えー、そしてまたゲストハウスなども運営されている佐藤さんですね佐藤さん今日はよろしくお願いします改めましてはいよろしくお願いします佐藤さんまず最初にあのちょっと紹介の動画があるというふうに聞いてますので最初動画流す形でもよろしいですかは、ね、はいいです、はいはい、では動画お願いします <music> めちゃめちゃかっこいい動画でしたけれどもいい、ね、ちょっとこう改めまして、まあ、今の動画も含めてなんですけれども、えー、と佐藤さんが普段どんな活動をされているかそして今の動画が何なのかっていうことも含めてちょっとお話をお願いしますはいえー、と、まあ、私は、えー、と今31歳なんですけれども、えー、6年前に、えー、と農業、えー、と家業で5代続く農家の家だったんですけれども、えー、それをあの祖父から経営以上して 当初で10ヘクタールほどの経営規模だったところ、今、約3倍の30ヘクタールの農地を人を雇用しながら、みんなで家族も含めながらやっている農家となります。作っているものとしてはお米、大豆、花、野菜を家族4人とあとは外部の2人でやっているような感じです。 今のあのめちゃくちゃかっこいい動画があったんですけれども、あ、ちょっと動画ということで、監督にもちょっと一言。いただきたいなと思いますが、すねはい、監督今の動画ちょっといかがでしたか。あ、監督私あ。監督、映画監督。C. M. の、はい、監督。えー、あの、すごい素敵な動画でした。なんか、最初。久保田とかの C. M. かなって思うくらい。すごい、農業系の。すごい。 すごい素敵な動画でしたすみませんなんかコメントが薄くてありがとうございます CM 大賞監督からもこのような評価でしたけれども今の動画まあ私もこう普段動画作ったりする仕事をしてるんですけどもまあめちゃくちゃ単純かっこいい動画だなってすごい感じたんですが何を意図してあの動画作られたんですかえそうですねあのー、まあ多分皆さんこう自分がここに立って まあ30歳そこそこでちょっとこう農業をやってる人って多分なかなか普段出会う機会ってないと思うんですけど、まあ、そこがまさにその自分のえっと農業をやってる意味というか、えー、若い子たちにやっぱり農業をもっと身近に感じてもらってでそのまあ職業選択の一つになってほしいというか自分がその,えっとその農業で飯を食ってるように、えー、みんなもやっぱり地元を この庄内というところで農業がすごい盛んな地域であるからこそ何ていうか農業も一つの、えー、働く場所の選択の一つになればいいなという思いで、まあ、やっぱりその若い子たちに刺さるようなかっこよくて、えー、というような動画を作りたいという思いで今回の動画を企画しました。ありがとうございます こうわ若い人にも注目してほしいということがあったんですけれどもこう現状の課題としてやっぱり若い、えー、と農業のなり手がいないとか農業のイメージが悪いとかそういう課題感ってやっぱ感じてらっしゃいますかその辺もあればちょっと詳しく教えていただきたいんですけれども、はい、そうですね実際にやっぱりその農業をやってる方のこう風景を見るとまあじいちゃんばあちゃん世代というか、えー、まあ今 その統計的にも農業をやってる方の平均年齢って68とか69歳くらいになるんですけれどもまあやっぱりその数字からも分かるようにもう5年後10年後ってなった時にこう農業の担い手がどんどんいなくなるっていうのがもう今まさに現場では起こっていてまあそういうところの,あの肌感覚でその危機感というかまあこれだけの農地広大な農地がある中でえその 有料農地がある庄内でもこういう現状が起こっているっていうのはすごく日々常々感じております。ありがとうございます。こう庄内ってすごいこう米の産地であると思っていて、その農家で農家で生まれましたっていう割合も多いと思うんですけども、佐藤さんの周りの同級生とか友達とかで実家農家だけど農家継がなかったみたいな人って結構いたりするんですか。あ、全然全然います。はい。その そんな人も多い中、佐藤さんがやっぱりこう継いでいこうと思った。なんかきっかけとかってあるんですか？そうですね。あのまあ、私はあの大高校行って大学に進むような。 あの高校に行ったんですけどあのまあ周りがみんなこう大学進学するから自分も大学進学するぞっつって大学進学しようとしたら受験で落ちて一浪してでそれが地元佐賀田の予備校で1年間勉強したんですけどその時に何だろう,こう自分を見返す時間ができて。 ちょっとこのままチャランパランではいいけないなと思って何のためにこれから生きていこうかなっていうところを考えた時にまあ地元庄内のために何か自分の力を使いたいと思ってそこからこう自分の資源って何だろうって考えた時にえまあ家が農家であるっていうところが一番の武器かなと思ってまあそれがやっぱりその自分の将来につながるしそれを使ってそれをもっとこう活発化すればえやっぱり庄内の基幹産業って農業は間違いなく。 当てはまると思うのでその農業を元気にすることで自分が省内を活性化するというか元気にする一つの要因になったら嬉しいなというところで始めましためちゃくちゃいいストーリーですねありがとうございますなんかちょっと今日あの高校生の方もいるので、えっと、聞いていきたいんですけれどもあのマイク当てたりしないんであの手を挙げるだけであのいいんですけれども、まあ、実家が農家ですという方ってどのぐらいいらっしゃいますかちなみにあちらほらあ,ありがとうございます その中でもう進,進路というか就職先として農家に自分は決めてますっていう方ってどのぐらいいらっしゃいますかお佐藤さん<え>どうですかいやこれが現実っすよ <laughs> いやだからだからんだろうこういや日農家出身でもいいなと思っていてやっぱりその農業をまず知ってもらうっていうことがまず一番最初に重要かなというふうに私は思っています ありがとうございますあとはやっぱり単純にまあ農家になりたい人が少ないよねって片付けるのではなくて、まあ、なんでそういうふうに、ね、じゃあ農家やってみようって思わないのかなみたいなところをちょっと皆さんで掘り下げていければなというふうに思ってるんですけれども、えー、とちょっと池江さんにもお話をお伺いしてみたいなと思ってまして池江さんはえっとお仕事柄これまでいろんなまあ農業とか一時あの産業の方一時農家の方と関わって来られたというふうに聞いてるんですけれども、はい、その担い手が少ないと。 とかそういうことのなんか根本的な理由ってどういうことだなというふうに思ってますか根本的な理由というと,とイメージでもいいんですけどこういういうなイメージがあるからかの正直私出身が沖縄県であ,のあまり周りに農家さんいない地域で育ったので農家さんに会ったことがほぼほぼ初めてぐらいの、うん、だったんですけどここ来ると農家さんってすごくなんか。 めちちゃくちゃ大きいトラクター運転してたりさっきの映像とかめちゃくちゃかっこよかっのですけ、ね <laughs> まあ、まさにあれを目の前で見れてで田んぼとかめちゃくちゃ綺麗だしすごい綺麗だけど実際やってる世代の方たちっていうのが多分すごい忙しい時にやってたのかあと兼業の農家さんとかも結構多くいらっしゃってなんか常にその。 時間に追われててるイメージがあって私だとその商品開発なので例えば規格外の野菜とかで形が崩れたものをどうにかしたいって考えはあってもどうにかするまでの人材が足りなかったりとか人数が結局はその作ってるだけでいっぱいいっぱいになっちゃって加工するまで時間が回らない手が回らないっていうことが結構現状に多かったのかなっていう。 マンパワーに結構依存するような結構時間が大変だなみたいなですすかねありがとうございま玉越さんにもお話お伺いしたいんですけども玉越さんも地元ではなくて移住してこられていると思うんですけれどもその中でこの農業のなり手とか若い世代が少なくなってきているみたいなことに対してはどういうふうに考えていらっしゃいますかそうですね やっぱり、その、大変だっていう、そこの大変さがすごいこう前に出てしまってて、その、本当に農業の楽しさとか、もしかしたら、その、なんていうんですかね、すごい、その、お米、その、農産物っていうのが、やっぱり、この、生きていく上で大切なものだし、それがあってこそ、自分たちが生活というか、その、生きていけるっていう、その、源はやっぱり食だと思うんですね。その、食に対して、なんか、その、大切なものなのに、自分たちが生産する側になると、大変だっていう思いが強すぎて、もしくは。 お金がもしかしたら稼げないって思う潜在的な意識としてあるんじゃないかなっていうところがあるとすれば、それを払拭していけたらいいと思いますし、そのためにこう何かできるできるのかな、何ができるのかなっていうことをまあ今日これから考えていければいいのかなっていうのは少し感じているところです。ありがとうございます。今ちょっと時間の問題とあともしかしたらあんまり稼げないんじゃないかっていうこともあったと思うんですけども、改めて佐藤さん、こう今いろんな声があった中で、これからやっぱり農業はどういう発信をして 行くべきだなといいうううに思っていますすかそでねやっぱりその時間に追われるみたいなところは、まあ、やっぱり農繁期であればあるほどそのどうしてもこう追われる感はあるっですけど、まあ、でも逆を言ったら農繁期の冬場はもう自分なんかは結構海外旅行とか毎年行ってたりするしあとはこう営業であの関東とか大阪、まあ、関西の方にも 結構こう出張で行ったりとかもするし、まあ、仕事と言いながらちょっとこう、まあ、遊びの方が大きいかなみたいな感じのところで <laughs> あの行ってたりもするので何て言うかその、まあ、自分のライフスタイルがどこの主軸をどこに置きたいかというかどういう生き方をしたいかかなと思っていてだからこうなんだろう働く時ガッと働いて休む時休みたいんだっていう人からしたら農業ってもしかしたらいい職業かもしれないし。 あとそのまあ時間じゃなくてお金が稼げないかもしれないみたいなところに関してはまあ実際そのなんていうかもう緻密に数字をまあ自分なんか結構緻密に数字を経営計画に落とし込んでえじゃあ10あるあたりいくらぐらい収益上がって経費こんくらいだから利益このくらい残るなっていうところを全部計算して農業やってるんですけどやっぱりそういうところからこう農業をアプローチしてみると結構手元に残るお金ってあったりして。 だだから何だろう普通にサラリーマンとして働くよりも全然いい生活はできるしと思,う思,う思います私はまだできてないですけど、はい、え思うしやっぱりそのまあ、自分なんかもこう車好きな方というかこの車乗りたいからこの車買うわっていうような感じで乗りたい車にも乗ったりもできるしなんだろうこうこやっぱりそのそういう潜在的なイメージをこう払拭したいなっていうのは強く今思いましたありがとうございます。 農業そこそこ稼げるらしいという今、あのグッドニュースがありました。まあ、そして、まだ,まだ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 。稼げるポテンシャルがあるということですよね。はい。で、えっと、時間に関しても、まあ、忙しいときは当然忙しいんですけれども、えっと、一年間ずっと忙しいっていうよりは、こう、メリハリがあると。で、僕、すごいびっくりだったのが、農家やってる方で海外旅行とか行く時間ないと思ってたんです。今も勝手に。はい、いやっぱり行けるんですね。行こうと思えば。そうですね。今年もマレーシアとアメリカに行こうかなと思ってました。 まあアメリカはそのこれから輸出前やっていくかもしれないところにちょっと訪問しようかななみたいな素晴らしいですね、今あの、円が安くてドルが高いみたいな話してるんですけど今、アメリカ行ける人っていうのはあの皆さんお金持ってる人です。ということはですねあの、まあ、遊びに行くわけじゃないんでそ,それは経費として仕事の必要経費だと思うんですけどもしっかりとこうビジネスとしてですねあのそういったことができるんだということのなんか今日、あの ヒントを得たような気がするんですけれども、一応事前アンケートで佐藤さんの方から、えー、まあこれから何が必要かということで、やっぱりかっこよくて儲かる産業にこの農業をしていくべきだというようなことをいただいております。 そのやっぱかっこよくてもうかれ産業にしていくっていうのはまさにそう,そういう産業にしていくということもそうなんでしょうけれどもそう思われてないイメージをしっかりとそういう,もうかっこいいし儲かれ産業なんだよってことを伝えていくみたいなことも重要なのかなと思ってるんですけれどもこの言葉に関しては佐藤さんの思いはどんな感じでしょうか。いやもうまさににこの一言というか本当に あの若い子たちのイメージをこう変えてあげたいなっていう、まあ、ここにいる皆さんがどういうイメージを持ってるかはこう人それぞれ違うとは思いますけれども、まあ、農業やってる側からするとかっこいい何て言うかやってて楽しいというか機械好きにはた分たまらなくこう面白いだろうなっていうところとあとこう自分でこう計画してそれをこう実行してこう。 えー、いろいろ考えて計画、ね、そういうことをやりたいという人からしても農業ってやっぱりその天気との戦いでもあるのでこう計画性が大事になってくるし何て言うかそのいろんなこう自分のこれやりたいあれやりたいを実現してくれる産業であるなというところは思っているので、まあ、そういう意味から言ってもこう自己実現というか自分らしく生きるじゃないですけど、まあ、そういうところも叶えてくれる産業になりうるかなというふうに思っております。 ありがとうございます。ちょっと高校生の方、誰か一人お話お聞きしたいんですけれども。なんか今これまでのお話を聞いてて、こう農業に対してのこうイメージとか。あとはぶっちゃけこれまで農業とか、米農家ってどんな仕事だと思ってたかとか。含めて、ちょっとお話できる方いらっしゃいますか。あの、そうですね。農家さんって、やっぱり年中忙しくて。まあ、さっきも言ってたと思うんですけど、海外旅行って絶対。 いけないイメージありましたし強いて言うならもう県外に出るのすらも厳しいんじゃないかなとかって思ってたんですごいいいですねいろんなところに行けるしかもお金も結構稼げる羨ましいなみたいな感じで <laughs> ありがとうございます一人担い手候補が出たかもしれないですねはい。 ありがとうございます。こんな感じですね。まあ、あの始まってすぐですけれども、ちょっとこう、これまでの農業に対してのイメージとか、実際っていうところにこう、なんか少しずつ変わってくる気配がもうすでにしているんですけれども、まあ、他にの米を作るという文脈以外で、この、あの、庄内町の魅力をもっとあの伝えていくという文脈で、ちょっとお話をお伺い、引き続きお伺いしていきたいと思います。えっと、玉越さんにお伺いしたいんですけれども、えっと、玉越さん今、普段、あの、どんな活動を、あの、この庄内町でされているかっていうのをちょっと簡単に教えていただいてもいいでしょうか。 はいえー、と私は今あの庄内町の清川という地区にある清川関所所いいう場所を拠点にししてて活動をしていますで主にはそこで、えー、とイベントをやったりとかしているんですけどもそれ以外にも観光ガイドとして、えー、清川の街歩きまた北立大関周辺の街歩きをお客様にご案内しながら、えー、と清川とか庄内町全体の歴史とかについて、えー、とご説明したりしながら活動をしております。 ありがとうございます。ま町歩きをこうコンテンツにして販売していると。はい、そうですね。はい、これ皆さんどう思いますかね。ま町歩きにえ一応お金を参加者の方が払ってあ,、はい、あのガイド料をいただいています。町を歩くことにお金を払ってる人がいます。え多分ここに住んでいる方にとってはえいっつも歩くけどなとか。 えこんなとこ何もないのになとかもしかすると思ってる方もいるかもしれないんですけれどもかたやそこにお金を払ってガイドの方の説明を聞いて、えー、それをこう楽しもうという方がいるっていうことについてちょっと今日詳しくお聞きしたいと思うんですけれども、はい、そこに参加される方っていうのはどういう方で実際参加した時になんかどんなお声が聞けますかそうですねえっとまあ年齢層高い方が多いんですけどもでもまああんまり本当にえっと 鶴岡とか酒田に行ったことはあっても庄内町清川っていうのは。 来たたこともねねっっってて初めんんだいいう人はやっぱり多いんです、ね、でそういう人たちがやっぱりその清川の町を歩いてもらうとたくさんこんな歴史があるんだっていうのやっぱすごい感じてもらいます。それはいろんなこうあの古川源義経が来たっていうのもそうだしまた松尾芭蕉がやってきたっていうのもそうですあと戊辰戦争の舞台にもなったっていういろんなこう歴史の中であの清川庄内、まあ、町っていうのがその舞台になっていたっていうことを知ってもらうとやっぱり皆さんすごい感動というか。 もうその驚きですね。やっぱりこういうことがここであったんだっていうことに実際にその場所にご案内することによってすごく感じてもらっているなっていうのは私もご案ガイドをしていてすごくこう伝わってくるなっていうところになります。はい。ありがとうございます。やっぱりその歴史とかっていうところは結構重要な皆さんが知ってこう、はい、わってなるような部分なですね。そうですね。私自身も全然あのもと出身が 兵庫県の姫路っていうもうまあ関西エリアなんで関西の人からすると東北のことってやっぱ知らないんですねすごいもう東京までのエリアまでは分かるんですけどその東って正直あんま分かんなくてっていうところに来たので自分自身もこの庄内町に移住してからいろんな歴史を勉強させてもらったんですけどもすごいびっくりすることだらけでそのためにすごい驚きがあったんでその驚いたままの驚きた内容を伝えることによってお客さんもすごい驚いてくる驚きの連鎖。 というのが起こってきててきそれがすごい自分の中でもガイドしてて嬉しいなと思うしその連鎖の場を私たち、まあ、そのガイドをするだけじゃなくてもしかしたら皆さん高校生の皆さんにも感じてもらってその連鎖の場を広げてもらうともしかしたら庄内町が、えー、日本一その歴史を発信できる町になる可能性もあるんじゃないかなって密かに思っています。 そのツアーに参加される方は、はい、地元の方と例えば県外の観光客の割合でいくとどんな感じなんですか、はいはい、そうですねあの、県内の人も多いですし、あと最近ですと宮城,、まあ、あの宮城県方面とか、あの内陸、福島とかも含めた、東北の周辺の秋田とかも含めた、その県外の,あの東北各県からも来ていただきます、で場合によってはその、ほ、えー、他の関東エリアや首都圏のエリアの方もご参加いただいていることもございます。 ありがとうございます。ちょっと高校生にお話聞きたいんですけども今、街を歩いてガイドしてこの歴史を聞くことで結構驚きの連鎖が生まれてるっていう話があったんですが皆さんにとってこの,その街とかっていうのは何ですか今の話聞いて結構びっくりしたかそれも魅力だなと薄々気づいていたかぶっちゃけちょっとどんなご意見があるか高校生目線でお聞きしたいですねその街歩きをコンテンツにあるという意味ではいいかがでしょうか。 うすうす,うすうす気づいてたというかなんかもうそれがあるのが当たり前みたいな感じなんでああじゃ価値というよりは結構当たり前みたいな当たり前であんまり魅力を感じるかなっていうとわからないなって思っちゃう時もありますよね <laughs> そこにこうそこが実際お客様が来てそれを求めてそして満足されているっていう話が今あったと思うんですけどもそれを聞いてどういうふうに感じますかやっぱり 元から知ってるとその魅力とかっていうのは分からないなってなると思うんですけどやっぱ県外の人から見るとそこがすごい魅力だなって思ってもらえるものがあるんだなっては思いますね。ありがとうございます ちょっとサラさんにもお話をお伺いしたいんですけどもこの大,大自然とかこの歴史のあるあの清川とかそういったところをこう歩いたりこの大自然を楽しむっていうことが今コンテンツになるっていう話があったんですけどもサラさんあの海外の目線から見るとどういういうに感じますかえと海外から見るとあの少年町にはすすごい魅力ありますなんかと,てとても自然な景色となんか海と近いし山にも近いし。 えっと、いろんなあの例えば私、インディアナはあの広,く広くて平らなところなので海と山を見るのは珍しいです。あと,あとはあの、トンボの方は私、インディアナの方で畑あります、いっぱいありますうん、うん、が、トンボの,あのなんか水を入れるとき、なんか全部が鏡みたいになりますで。それはすごくきれいと思います。 その田んぼに水が張ってこう水面が鏡のように映るっていうのはインディアナではあんまりないんですか？全然ないです。あ,あそうなんですね。なるほど。じゃそういったこともこう海外の方にとってはすごいこう美しい絶景というか景色。はい、うん、はい。はいはい、なるほどありがとうございます。ちょっとまた田中さんに戻りましてはい。なんか今の話だとやっぱり地元の人にとっては当たり前のものが、はい、えっと県外の人にとってはこう素晴らしいもので、はい、っていうことがあったと思うので、はいはい、なんかこう地元の方と がその県外の方がそうやって喜んでいたり感動したり姿を地元の方が知ることによってこう住んでいる人たちのもうこう愛が深まるのかなというふうに思ったんですけれども実際はあの玉越さんもえと県外から来られていてそこで県外の方をこうお相手にしているということですのでなんかそこでこう地元の方との関わりで地元の方にもこの良さを知ってほしいなみたいな思いっていうのはあったりするんでしょうか。そうですねやっぱりあの、まあ さっきもいろいろ話を聞いてるとやっぱりこう地元の人はそれが当たり前って思ってるところの当たり前じゃないよっていうのを伝えるにはやっぱり我々その地域予想者持ってるんですかねやはりよそ者が来たところでその視点で話ができたりとかそれはすごいあの私の周りの人にも伝えてるんですけども。 やっぱりそういうふういにこう自分がこれすごいいいと思うんですけどどうですかねいやそんな当たり前じゃないかなって言われてもいや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 これすごいんです実はっていうようなふりをするとやっぱりなんか何となくその相手の聞いてる方もあ実はすごいんじゃないかって思うしそのすごいんじゃないかっていう少しの思いをちょっとこう声に出していただくとそれがさっき話したように広がるのかなとは思ってましてそういった意味ではこうまず 私自身もここに来て気づいたんですけども気づいたことを気づ、えー、伝えることによって周りの人その地元の人にもそれを気づいてほしいというかその気づきの連鎖、ね、が広がるとやっぱりあのその地域のよさっていうまが、あ、徐々に皆さんにも伝わってくるのかなっていうのは感じました。 佐藤さんもこう農家の活動以外に、えー、と観光ですとかそういったさまざまなことをやられていると思うんですけれどもその県外の人とか、まあ、観光地としてのこの庄内町とかの魅力っていうのは今の話を聞いてて何か思うことがあればお願いいしますはいまあ、あのゲストハウスをこう余海駅から徒歩10分圏内でやってるっていう話しましたけど、えーとまあ、そういう観点から言うとやっぱり余海駅の立地性というかはこう あの鶴岡坂田の中間地であるだし新庄にもアクセスできる立地であるっていうところからこう割とこう外国人観光客のお客さんをこう見てると結構電車を使って乗り継いでくるっていうお客さんも結構いてまあそういう人からするとこうじゃあ余る目に泊まってえーっと次の日例えばこうでは散山に行きたいんだみたいな。 じゃあどうやって行ったらいいかっていうところであ,あそれだったら電車で鶴岡駅まで行って鶴岡駅前からバスで行くといいよっていう風なところで結構あのアクセス的には利便性があるかなっていうところはやっぱりすごい思いますねはい。ありがとうございますアクセス的にもいいんですね間違いないと思いますそれなんか私も完全に知らなくて今アクセスの話が出ると思わなかったんでびっくりしたんですけど <laughs> やっぱりいろんなところにアクセスしやすいというところで行くと観光客の方も一応来やすかったり 実際ゲストハウスにはその車がない方も結構いらっしゃるんですか？そうですね。あの外国人の方だとまあなんだろう。こう複数人で来てる場合だとこう。レンタカー借りて東北一周するんだって。お客さんもいるし、あとまあ車じゃない場合はやっぱり電車で来るって言うところが多いですかね。ありがとうございます。そういう方になんかこの米とか食の提供っていうのはされてらっしゃるんですか？そうですね。あのー、まあうちのゲストハウス。 うちで採れたお米を冷蔵庫に入れておいて食べたかったら自炊してどうぞっていうようなスタンスでやってたりとかあとお客さんによってはこう田んぼ見てみたいっていうお客さんはこう自分の軽トラの助手席隣に乗せて一緒に田んぼ観光っていうか案内したりとか,なんかそういういことももやったりもしてますね、はい、お,客様のお客様の反応ってどんんなな感じなんですかやっぱその日本特有の景色だねみたいな。 あのこっちの国では見れないからすごい面白いねっていうような反応ですねありがとうございますあと佐藤さんにとっては職場が方、えー、や観光客の人にとってはもう最高のこう観光の場所になっているとそうですねまさにそんな感じですありがとうございますすいませんまた玉越さん戻りましてはい 今日のテーマと米ということもありますけれども、はいはい、先ほどのまあ体験以外の米っていう部分で、はい、なんか米に対してこうどういうこう企画とかアイデアを持って、はい、えっと持ったらもっとこの食文化とか米文化が広がるかなというふうに思ってます。何かアイデアとかあれば教えてください。そうですね。あのお米、まあ庄内町のお米おいしいことは間違いなんですけども、それをこう体感してもらうっていう意味でいくと、庄内町であば全体を お米のテーマパークというか、っていうふうに見立ててみても面白いんじゃないかなというふうに思います。お米のテーマパーク。はい。はい。で、例えば、えっ、ー、と、亀野の里資料館もそうですし。で、えー、その亀野の里資料館。 を起点にしてもそうですしあと,、えー、と熊谷神社ですね立屋沢にある熊谷神社は亀の発祥の地ということで遺跡碑もありますそしてそこから流れている立ち屋沢側の水を引っ張って水を引き入れているのが一方で大関という形で、えー、と町内各地にですね、まあ、あとライスセンターも含めてライフセンターや米倉庫も含めて町内各地にその米の関連する施設っていうのがたくさんあります。でそれは点でつ それぞれ活動はされてるんですけどもそれをつないでいくとやっぱりお米のストーリーが出来上がると思うんですねそのストーリーってはすごい私は強いコンテンツになると思っててそのストーリーを自分たちとかガイドだけじゃなくってこう地域の人がも含めて全員でこう発信できるようになるとそれはもう地域の宝になると思うんですでそういった意味でそのコンテンツ自体は今あるものであって新しく作るものではないので決してお金がかかるわけでもないんです でそれよりも今あるものを活かすことによってより新しいものをそれをこう活かしていこうっていうところができるとえっ、ー、とすごくいいんじゃないかなって私はそのお米に関してはそういう思いを持っています。ありがとうございます。お米のテーマパークとして見立てるっていうのは確かにあの素晴らしいことでこれをこうどうやってどうやったら実行できるんだろうっていうのは逆にこう気になったとところなんですけれども。 いいいろんなプレイヤーがいると思いますあの自治体さんもいれば農家さんもいればそしてそれをコーディネートする人もいると思うんですけども、えー、とどういったところがこう一番重要になってくると思いますかそれを実現するとしたらそうですねまずその今あるものに対してこうこれはもうそんなに革を活躍しないよとか使えないよとかいやこれもうそのままでほっといたらいいんだよっていうようなことじゃなくてまずそれをこう見直してみるというかそれを見直すことによって、えー、となんか新しいこう ひらめきというか、あ、も実は使えるっていうのもあるんだと思うんですね。で、景色自体が実はそのあの重要な観光コンテンツに今なっているので、それはそのえっ、ー、と田んぼの田園風景もそうですし、そのライスセンターもそうですし、米倉庫もそうですし、それぞれがこうコンテンツになってて、その建物がそこにあるっていうことがすごい価値が私はあると思ってます。それを例えばインスタンに上げることによって、もしかしたすごい クラシカルな街並みっていう,ふうに思うかもしれないし、その田園風景がすごい山山があって田んぼがあってっていう景色の中にすごいこうなんだろう,こう心を揺さぶられる部分ってきっとあると思うんですね。で、そういうところっていうのはやっぱりいろいろこうえっと連携していくつなぐことによって大切なことと、それを自体がやっぱり価値があるよってことを自分たちがまず意識することによってえー、っとよりなんかそのコンテンツとしてあの。 出来上がってくるのかなっていうふうには思います。ありがとうございます。自分たちが、その自分たちが価値があるってことをと知ることが重要と。先ほど佐藤さんの立地の話ありましたけども、余るめの方、まあ、余るめというか、庄内町の方々は。この場所が、実はアクセスいい場所だって、皆さん思ってるんですかね、どう、どう思いますか。どうですか、思ってますか、皆さん。どうなんですかね、なんか自分は、結構そういう。なんていうか、事業やってる側の観点で、こう、いい場所だなって思ってるんですけど、実際、どうなんですかね。皆さんに。 聞いて聞きたいところですけど、めちゃくちゃリ,リッチ実はいいんじゃねって思ってる方いらっしゃいますか？お、あ、いました。はい、一人だけいましたね。あ、そうですね。ね一人二人ぐらいね。はい、<laughs> 先に気づいている方がいますけれども。はい、そうですね。 あとはやっぱこれから、実はそのまあ先ほどもあの玉川さんからもありましたけれどもそこを知ったときになんか実は自分の街の PR するときにどこも行きやすいから一旦ここを拠点にしたらいいよとか多分そういうことが住んでたらあんまりあの関係ないとか車があったら多分鶴岡、車行っちゃうよねとかあると思うんですけどやっぱ視点が変わればそそこの価値っってのは伝わるかなとそうですねやっぱり移動手段として車はやっぱり強いので、まあ、それを使えるようになったら多分皆さんもそう思ってくれるはずです。 はい、ありがとうございます。えー、池江さんにちょっとお話をお伺いしたいと思います。池江さん、沖縄でからえっと移住されてきたということでした。けれども、はい、沖縄も比較的あの自然は豊かな方だとは思うんです。けれども、はい、その中でこのえっ、ー、と庄内町とか、この田園風景とかっていうのはどういう風に感じますか？あの、本当にちょっと沖縄が極端な。他県他県というか、その東北でもないし、東に東でもないし、うん、みたいな感じなんですけど。はい 本当に日本に来たみたいな感じの風景で <laughs> その日本昔話とかのオープニングでなんか山があってイラストでアニメとかで山があって田んぼがあるみたいな本当にアニメーションでしか見たことなかった景色が当たり前に広がっててでその山も本当に大きくて庄内町だとガッサンと鳥海山に挟まれてるというかどっちもあんなに高い山 どっちも見えるってすごいなって正直思って本当に,に日本人だなっていう感じです沖縄よりも日本を感じると <laughs> ですね沖縄ちょっと、はい、あの沖縄も日本なんですけどまあいろんな文化が混ざってますからね <laughs> そうです、ねはい、その風景的にはその日本の原風景というか、はい、教科書で見たなみたいなところがたくさんあるのでやっぱ素晴らしい景色だと思いますありがとうございます、はい えーとですね、池江さんにちょいろいろ話をこれからまたお伺いしていきたいんですけれどもちょあと後で資料をある程度お聞きしているんですけれどもまず最初にお聞きしたいのがですね、はい、地域おこし協力隊としてまずあのいて、はい、そこから任期が終わってからもあの、うん、ここにいるという決断をされて活動されていると、はい、これってこうすごいことだなというふうに思うんですけれども、はい、なんか大きな決め手って何なんでしょうか、はい、私のの場合はそのどう 着任していたあの活動拠点が庄内町の立谷沢というところなんですけど皆さん立沢ってご存知ですか。多分町内の方でギリギリ、はい、でさっきあのちょっと高校生の皆さんに聞いたんですけど、はい、庄内町出身の方だとなんか小学校の頃に川で遊んだ経験あるとかん、うん、でもその酒田市の子だと全くわからないっていうようなまあエリアに。はい でで活動していたんですけど <laughs>、はい、そこがもうめちゃくちゃ素晴らしいところで立谷沢川っていう平成,の名平成の名水百選に選ばれているようなすごい水がきれいなところなんですけどそこを本当にに何でしょう 限界集落といってはあれなんですけど、まあ、だんだんその人数は減ってしまうようなところなんですけど地域のつながりがすごく強くてでそこに私がその沖縄からポンって入ってきてもすごく皆さん受け入れてくださってで3年間いろんな商品開発の皆さんと地域の方と相談しながらとか田んぼを使ったイベントとかもあの始めてみたりとかしてる中でもう少し地域の方と楽しみたいなって思ったのでそのまま。 ずるずる、ええー、七年目に <laughs> なるんですけど。めちゃくちゃいますね、もう、うね、もう完全に定着して、てはい。ずるずるいるんですけど、って感じです。えー、だと今ちょっとどんな活動をしているか、改めてあの、今日資料も写していただきながら説明していただいてよろしいでしょうか。はい。はいえっと今その私が勤めているところが、えっと、アマルメ駅前のクラスにある共同利用加工場で、向こうでその。 加工場でお菓子とかお惣菜とかを作ってクラスの中で販売したりとか町内外で販売しているところなんですけどそことはまあそこの中そこの組織も私がプロジェクトに入っているんですけど山形町内カメコメプロジェクトといいまして今の出ているカメのロゴがま,あそのまさにこのプロジェクトの象徴になるんですけどその左に写っている写真がこの今のプロジェクトメンバー になるんですけどあの町内の餅屋さんとかと地域商社あと農家さんがとか地域の庄、えっと、内町役場自体も関わっていてカメコメっていうのがと皆さん美味しいお米のルーツがカメオっていう品種があるんですけどそれが庄内町で発見されたっていうところから来ていましてでその、えっと、今日皆さんにお配りしている あお配り、後で最後にあるので来場した方につや姫団子とっていう商品がと配りされてるんですけどこちらもこのカメコメプロジェクトの中からあの商品化に至った商品でしてもともとはあの庄内町あるめのクラステでやってる産直のイグザ・アマルメさんがお祭りとかでつや姫団子って色ろりでいっぱい団子さして。 販売していたと思うんですけどそれがすごく人気の商品でこちらがつや姫,姫を使った団子になってましてでそちらをそのお祭りのイベント用だけではなくてお土産として持ち帰りでその商品化できないかというところでこのカメコミプロジェクトでまずは商品化を目指したところとあとはその。 今庄内米っていう新しくパッケージも庄内米食べ比べギフトということで亀の王をはじめとしてあとはささぎしきとつや姫、はえぬき雪若の種類の食べ比べのギフトをあのパッケージを新しくすることでそのお土産品として都会の方とかでもすごく,あの取りやすく手に取りやすいような商品になるようにしています。はい、あとは丸丸ですね丸持ちって 皆さん結構当たり前にあのお正月の時とか丸餅焼いてお雑煮に入れたりとかして食べると思うんですけど東北でも丸餅文化っていうのは実は珍しいらしくて北前船の文化の影響で京都とかそっちの方の影響で丸餅が庄内町では食べられているっていうところがあってでそこもあの普段売ってるものとはまた別のパッケージにしてちょっとギフト用という形で商品展開を考えていたりとかあと庄内米粉 庄内米の米粉を使って完全グルテンフリーのクッキーを作っていたりとかそういういろいろ名前を「メめメプロジェクト」というちょっと言いやすいような名前にして <laughs> あのあ新たにその庄内米を発信していこうというプロジェクトを今、はい、進めております。 ありがとうございます。この庄内米の価値を伝えるにあたって、そのまあ白米として、まあご飯おいしいとかおにぎりおいしいというところから、さらにそこを商品化するこの商品化を通して、えー、やっぱり価値っていうのはもっともっと伝わるかなというふうに、なんかそんなことを思って活動していらっしゃるような感じですかね。そうですね。はい、ともちろん商品化いろいろしてはいるんですけど、やっぱり根っこにはその。 佐藤さんもおっしゃった通りやっぱりその田んぼをやっぱ守っていきたいというかその庄内のこの風景を守っていけるようにその、まあ、支えているのはお米だぞというところで,でさらにその今おいしいつや姫とかの大本のルーツが亀能っていう存在があってで亀能が庄内町で生まれたということはすごく日本でもう庄内町しか言えることん庄内町だけが言えることなのでそこをちょっとアピールしていきながら庄内米と合わせて お米に絡めた商品も合わせていろいろ PR していくように、はい、していいまますすありがとうございます佐藤さん、米の作り手としてその商品化して価値を伝えるということに関しては何か、えー、とどう考えていらっしゃいますかまあそうですねあの今の池、e、江さんのお話の中でその、まあ、あのパッケージを変えて,あのなんていうか再びこう商品開発というかそのプロデュースするみたいなあそれはすごい面白いなと思いました。まあ、自分も そうしたいと思います。はい <laughs>。今えっと商品化までは佐藤さんのところではやられてないですか？うちだとまああのそれこそでもまあ最近そうですねあの直販用で2キロ5キロ10キロでこうあのデザインをこう自分ちの仕様で作ってでそれで直販用だっていうふうなことは活動はやったりはしてます。はい。ありがとうございます。 今の米の商品化ということに関しまして玉越さんの方は何かこうこんなふうに商品化したら面白いんじゃないかみたいなアイデアとかもしあればそうですね、はいうん、お米って結構その単体でその取り上げてしまうとおいしいとかっていうところしかこういかないと思うんですけども例えばお米をいろいろ掛け合わすというかお米をベースにして何か料理というか商品化したらいいのかなとそのお米を加工品にするっていうのもそうですけども例えば料理に使う。例えば、 えと庄内町だとっ、えー、と醤油の実とかお漬物とかたくさんこう作ってらっしゃる企業さんとかものでそこをベースに例えば庄内豚も使いながらそれに例えば、えー、とライスバーガーとかで挟んでっていうので、はい、これご当地グルメとかにして庄内町のおいしいもの全部詰め込みましたみたいな感じで。 ってはどううかなめ、ね、めちゃめちゃゃいいです、ね、そうですすねねそあとさっき丸餅の話が出たんですけどもで実は関西も丸餅私の実家も実は丸餅なんですでそれはあのすごい特殊だと思ってて例えばでお餅も結構好きなんですけどもで関西だとた,たまにうどんに餅ありなんですよ。座餅ありなので,す、ね、なんで例えば庄内町はラーメンもおいしいじゃないですか。はい、でラーメンに御座餅どうでしょうか <laughs> いいですね、ラーメンに御座持ち、さらにあの、はい、炭水化物系ダブルなんですけど、結構そういうのも、まあね、ラーメンでご飯も食べ,ます食べたりするので、はい、その流れの中でこう新しい食べ方の提案ということで、ラーメンに御座餅ちっていうのを庄内町から発信してみてはどうでしょうかいいですね、炭水化物かける炭水化物ということで、ううでまあ、関西人としてはあの、焼きそばとかにご飯食べるのか問題みたいな。はい、まさにあのコナモン文化のの年なのででと、はい、とりあえずもう何でもとりああええずず何もごは、えーっと お好み焼きもおかずで、えー、とたこ焼きもおかずなので基本的にそれにご飯ウィーズなんですけどもなかなかそういうのってこちらに行くこちら方だともしちゃったら受け入れられないかもしれないんですけども我々それ普通にやってるので逆にもしかしたらさっきの。 これの逆パターンでそのラーメンにお餅ももしかしたらそういう形でちょっと受け入れてもらえたら嬉しいなとは思いますすいいいいですねいいアイデアライスバーガーとあとはラーメンに餅というアイデアをいただきましたけれども <laughs> ちょっと高校生の皆さんにもお話をお伺いしたいと思うんですけれどもこの省内の米を使ってこんな商品作ったらいいんじゃねみたいなものって何かアイデアありますかえ、えっと、今時っって意外とお米って 食べないないって気がすするんですよ個人的に自分もあまり米がっつり食べる派じゃなくて麺とかパン食べる派なんですけどだからその麺っていうかパスタとかパンとかも全部米粉にして米粉パンとか米粉パスタとかを商品化したらすごい米の消費量も増えるしみたいな感じですね私は。ありがとうございます。 そうですよねやっぱりあの米離れっていうのは多分進んでいて農家としてはうっていうところだと思うんですけど米粉で使ってラーメンとかって作れないんですかねだから誰か分かるかといいますか米粉ラーメンはあります。あんあん ちょっと高いけど、アマゾンで売ってます。私、日本に来るときに、あの、なんか健康面談で、なんかグルテンフリー生活をする方がいいと言われたので。うんはい、えっと、あの、日本に来るときに、あの、本当に、本当になかパンとかパスタとかラーメンも。あの、食べずに、米だけ食べました。えっと、あの、池江さんの話を聞くと、あの、あの、その。 米粉クッキーは完全にグルテンフリーですよね。ね、うんうん、それがあの超嬉しい。佐 <laughs> 々さん、今もグルテンフリーの生活されてらっしゃると。今はちょっとあのちょあの私ラーメン大好き。はい。大好きだからラーメン少しずつあの食べてみる。うん、今あのなんかえっと実験自分の実験なんかあの体とかを見ながら。 えっと活動しすけど、少しずつ食べてみてると。今今のところ大丈夫ですか？今のところは <laughs> えっとえっと飛び飛び王ラメの食べた。はい、はいはい、しっかり食べてますね。やっぱりこのグルテンフリーっていう考え方とか、あと例えばビーガンとかベジタリアンという考え方って、はい、あんまりまだ日本ではあの少ないと思うんですけど、うね、どういう風うに感じてますか？はい、えっと日本であまりないですが、あのどんどん増えていると思います。 えっと外国人もえっとなんかシリアックスというあの病気を持っている人は,あの小麦粉は小麦粉は全然だめだそうですのでえっと米が一番安全な,えっとなんかパスタとパンと比べると米が一番安心な食品と思います。 ありがとうございます今すごいキーワードだったと思うんですけどこう世界中の中で主食として結構その、まあ、グルテン小麦系って取られてると思うんですけどもその体にとっては米が今一番安全なあのの炭水化物であるとこれって結構米農家的には来ている感じしないですかもしかすると世界中の主食が米になる未来がなんかあるそうな今。 感じだったんですけど、そうですね。ちょっと胸がときまきました <laughs> <laughs> と言いながら、でもちょっとこう今小麦も作ったりするんですよ。実は。<laughs> <laughs> <し>そう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 。まあはい。ありがとうございます。皆さんグルテンフリーって知ってますか。グルテンフリーって聞いたことあるかと言ったら、ちょっと小さく手を挙げて欲しいんですけど、グルテンフリー知ってるよって。あ、あもうちらっとですね。グルテンフリーってえっと今あのサラさんもおっしゃった小麦をまあ食べないとか、まあ えっと、小麦を食べない生活とか、小麦がまあ食べれない人もいるし、あと健康面を考えて食べないという人もいるんですけども、まあそういうことで、えっと、グルテン、小麦を一切取らないで生活してるっていう人がえっと結構いらっしゃいますと。で、海外とかでは結構いて、まあ日本でも、まあ最近、 ジラ,ホラ多分いると思うんですけれどもでそういう方っていうのは本当に普通のパンは食べれませんとただ、えっと、米粉を使った米粉パンなら食べれますとかっていう方が結構いてそういう対応食っていうのは今増えてきていますで私おとといこのユースサミットが、えっと、南陽市で行われてユースサミット頑張ったと思ってですねその後あのチェーン店じゃないちょっとスシローとかよりも高めの,あの回転寿司に行ったんですね1人で。 で、今日、ユースサミット頑張ったなと思ったら、もう観光客の、えっ、ー、と、まあ、欧米風の、まあ、観光客っぽい方が一人で、あの、店内に入ってきて、あの、Do you speak English? ってこう、大将に聞いてるんです英語話せますかって大将に聞いてるんですけども、まあ、大将は多分60後半ぐらいの結構な感じで、あノーノーノーって言ってて、すごい困ってて、私、その隣にいたので、あの、僕話せますよって言って、どうしましたかって聞いたら、私、あの、 グルテンにアレルギーがありますと。で、一応醤油がちょっと心配なので、なんか自分の醤油を持ち歩いてますと、そのグルテンが大丈夫な醤油、オリジナル醤油を持ち歩いてるので、それを使ってもいいかどうか聞いてくれっていうことを僕に聞いてきたんですね。でもちろん大将は、あのいいよいいよって言って、その,あの観光客風の方はですね、お寿司を楽しんでたんですけども、あ結構日常にそういう方は自分のものをもあの持ち運んでたりあ、そういう生活されてるんだということもあったりして、まあ、そういう意味では、 あの今の米粉っていうものをラーメンにしたりとか商品にしてこの庄内をなんか PR していくっていうのはすごくいいヒントだなというふうに感じました笹さん引き続きお話をお伺いしていきたいんですけれどもこう海外の人の目線で見た時のこの米ってなんか難しくないですかどうですか種種種類とか種類類、えー、となんか海外で、えっと、いろんな種類ありますけどそれはアアジア系の お米なんですがなんかジャズミンライスとかピラフライスとかえっと白米はあの日本の米なんですがえっとそれを比べたらなんか形と味も全然違いますけどえっと料理をするあの方法もあの大体えっと同じなんですがえっといろんなスパイスも入れ,あの入れる文化もありますしえっとでも庄内のお米は。 白米でえまいはい白米がえー、っとなんかつや姫と雪若丸とハイヌキとか、はい、私あまり味比べてわかんないですそうですよねつや <laughs> 姫雪若丸まるハイヌキどれ一番好きみたいなトークがちょっとわからないと、はい、ちょっとわからないですありがとうございます <laughs> この辺はどうですかね高校生の皆さんは何推しとかありますか米は わかる、わからない含めて、ちょっとぶっちゃけ教えてほしいです。<laughs> ぶっちゃけで言うと、自分もあまりわからないんですよ。<laughs> でも。ちょっとくらいなら、違いわかるんで、生え、はい、抜きと雪若丸のもちもち感が違うなっていうの。くらいしかわかんないです。<laughs> ありがとうございます。これ、こう米作ってる方からすると。まあ、違いって、まあ。難しいと思いますね。ね消費者がどんぐらいわかるかとか。 なんかこの辺の米の種類とかについてはどういうふうに感じてますかいやでもおっしゃる通りでハエ抜きに比べて雪ま丸の方が何ていうかね粒感があるっていうか噛んで噛み応えがあるっていうのはまさにその通りです素晴らしい <laughs> <laughs> ありがとうございますやっぱり普段から食べてるとっていうことでなのでサラさんはも,もう少しこう米生活をしてくるともしかすると私は。 雪ななんだよねねみたいいのが出てくるかもしれないです、ね、はいそうですね私今雪若丸を食べてるんですが私の友達もなんか、うん、あの友達の家族はあの全部ツヤ姫派と言いましたであまりあの「つ姫を食べたらずっとツヤ姫を食べますよね」で「雪若丸を食べたらずっと雪若丸」私何か何ヶ月にいつも変えます。 えっと艶姫がいろいろ試して色々、はい、試して。ありがとうございます。玉越さんはこうお米っていう文脈で考えた時に、はい、なんかやっぱ山形で食べる。お米は特別美味しいと感じるとか、はい、感じたこととかってありますか？そうですね。あの山形に最初にその1人でフラット旅行した時に旅館でいただい。た ごご飯にすっっい感動しましまたやっぱ違うなーっていつも地元というかで食べてるご飯っとやっぱり違うなそのもちもち感もそうだし香りもそうだしやっぱり普段と違うっていうのはすごい感じてやっぱりんだろうふ自分の生活の中でそのお米って当たり前食べてる、まあ、主食なので。 でその当たり前の味,味とかこの,この味っていうインプットされたイメージで食べてたものが急に違うものを振ったかった時にすごいこう感,動こまた感動ですね感感動です、ね、おっっっててななるような感覚っていう覚いのはやっぱりありあましたでやっぱりそれは、うん、すごいこうなんだろうその,その感動が次にずっと継続するというかだからもう逆に他のお米が食べられないって話だったんですけどやっぱりそのお米ばっかし買いたくなるっていうのもなんかわかるなっていうのはすごい感じました。 ありがとうございます。ちょっと佐藤さんにお聞きしたいんですけどもこの米のブランドによって単価って多分違うと思うんですけど、えっと、この多分つや姫雪若丸生え抜きとかでいくと一番こう、まあ、単価が高いのって何になりますか一番高いのはやっぱりつや姫ですね。<姫>はい、で、えっと、実際作られているのはつや姫だけではなくていろいろ作ってらっしゃるんですかそうですねつや姫はんだろう経営面積の,その3割しか作っちゃいけないっていう規定があってでその 県からこうお墨付きいただかないと作れないので、はい、あじゃあ一番単価の高いつや姫は3割しか作っちゃだめですよというルールがあるそうです大体農家でも2割ぐらいですかねえそれってなんでなんですかまあその多分県のブランド戦略だと思うんですけど作りすぎてしまうとブランド価値が下がるからまあだと思いますはいなるほど素人目に考えると一番高いやつ全部作れば、はい もっと海外いけるんじゃないかと思っちゃうんですけどそうですねい3回ぐらいいける <laughs> <laughs> なるほどそっかじゃあそういうのもいろいろあるんですねブランドをコントロールする上でのこう希少価値というかそうですねつえへんめはまさにそんな感じですよね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい サラさんに再び戻りまして、ちょっと次観光とかあの、観光客として海外の人が見たこの庄内町の魅力みたいなところを教えてほしいんですけれども、うんまあ、何もないとか魅力はないと思われているあの若い方もいらっしゃると思うんですけど海外の人から見たら、はい、何が魅力的な町でですすかはい、そうですね。確かにここに住んでいると多分、この辺にはあ,あまり魅力はないですよねと感じますね。<laughs> ねあでも、

あの韓国客がなんか混んでいないところに行きたいとい混んでいないところに旅行したいとはい、はい、なんか今はなんか円円も安くてあのドルも強いしえっといろんな観客が日本に今目指してますけどえっとそのためになんかえなんか The Big Three なんか東京京都大阪はすごく混混んでいる今。 えっとそれであの日本で旅行したい人が今、混んでいないところを探しています。じゃあ混んでないというところが価値になると。価値になる、はい、素晴らしい。はいそ,うですね、それで庄、えっと、内町であのなんか小さい町なんですがそのために魅力もあります。なんかいろんな文化もあるし えっと、景色もきれいし、えっと、ここに来ると、あまり混んでないところはあの見つけると思いますが、えっと、特に体験、えっと、いろんな体験もできると思いますありがとうございます。 玉越さんもともと旅行業界でも働いていたというふうに聞いたんですけれども今、オーバーツーリズムからこう人の少ないところも価値になっているという今のお話を聞いていかかがでですすそうね本当にあのだんだんその今おし、えっと、サラさんがおっしゃったその三大都市圏に人が集まっていてそこばっかりになっているのでかえってこうもっと静かなところとかそのもっとこうゆとりというかゆっくりというやっぱりところも。 こう観光客の方ってって求めてると思うんですねでそういったところに時にやっぱりこの庄内町の魅力ってたくさんあると思うのでそれをまずこう,うあるよっていうところをまずきっかけづくりっていうのがやっぱり必要だと思うのでどうしてもその今山形県内に来てくれる観光客の多くが蔵王とか銀山温泉までは来てるんだけどもこの庄内地方にまず来てくれてない。 とというところが一つ問題かなと思ってて、まあ、あのクルーズ船頭が消えるので坂田までは来てもらってるんだけどもやっぱりこちら庄内橋のままで来てもらってないっていうのは実際あると思うんですね。でそのためにどうしたらいいのかって、ね、やっぱり魅力の発信だと思ってて、まあ、SNS ももちろんあるんですがもっとこういろんな形で発信をしていくことによって来てみたいなっていうところであれば外国の人ってあの話によるとどんな不便なところでも来るらしいんです。こんなところに行ってみたいって思ったらその行ってみたい場所っていうところの伝え方っていうのがすごく大事じゃないかなというふうに思いました。 ありがとうございます。そういう意味で言うと、先ほどあの佐藤さんがえっと余る目でゲストハウスを経営されているという話があって、ゲストハウスって皆さん分かりますかねゲストハウスってそのいわゆるホテル的な宿泊施設なんですけれども、普通に利便性というかですね、普通なことを考えたら、例えばや泊まれなら例えば鶴岡で泊まったらとか、酒田にホテルあるよねとかってあると思うんですけども、そこでえっと多分場所が余る目だから、 そ,そこに用事があってし仕方なく余る目に泊まれますみたいなのじゃなくておそらくいろんなものを見た上でここに泊まりたいっていう人もお客さんとしているんじゃないかなと思うんですけどもそういう意味でその、まあ、不便でも、えー、わざわざ来るやっぱりお客さんのニーズってどういうところにあるってていうふううふに感じてますか、えー、そうですかそでのサラさんの話の中で。そのまあその ビッグ3じゃないその混んでないところを目指して外国人観光客は目指しているんだみたいなお話あったと思うんですけど何ていうかその出し手側の情報の出し方と受け手側の情報の受け取り方に多分差があるかなと思っていてだからまあ自分なんかはその外国人観光客をこう周知する時に使うツールとしては Airbnb っていう民泊仲介サイトみたいなところなんですけどこれって結構その全世界にユーザーがたくさんいて。 でその中でこうやっぱりユーザーが多いもんだからそのとりあえずなんだろうその田舎をちょっと旅しようって思った時にじゃあ Airbnb でどこの旅館ホテルあるかなみたいな調べると思うんですよ。でそうなった時にたまたまうちの宿が乗っていてで見てみたらあなんかすごい良さそうだなっていうのでポチってくると思うんですよ。だから何だろうその多分価値というかあの。 田舎に行ってみたいなっていうそのただ単純なその理由だけだなという感じでたまたま来たら後付けですごいいい地域じゃん、えー、なんか思ったよりなんか大したことなかったなとかだかなんかそういう感じのなんていうかその、うん、流れなのかなというふうには思ってますありがとうございますお客様の満足度ってどんな感じに感じてますか今あでもやっぱりそうですねあのー、まあ、お客さんによってはなんだろうこうやっぱり安宿なので あのまあ、プライバシーを一応確保してはいるけれどもなかここをもうちょっと詰めてほしいよってお客さんもいればでもお客さんによってはもうすごい良かったまた来たいみたいなでそれで実際、あの毎年来てくれてるお客さんもいるのでなんかそういう部分もあったりするのでなんかやっぱり人によるなっていうところは感じてますありがとうございます。 今、の Airbnb っていう言葉がありましたけれども、ちょっとそれを簡単にご紹介したいんですが、えっと、民泊サイトっていうものがありまして、そのホテルとかではなくて、家の一部とか、あとは使っていない家とかをホテルとしてこう、まあ、貸し出せると。そういうところで、えっと、実際にあの、 海外の方がそれを見つけて泊まりに来たりするということですので、まあ、皆さんの例えば親戚とか家でもあれここの蔵使ってないなみたいなのがあってそこをちょっと改造したら他のホテルとかにはもしかしたらないような空間で海外の人がそれを見つけてわざわざ泊まりに来るってうこともできるのでもし何か,あの何かやってみたいなって方はそういう,こうゲストハウスを作ってみるとかっていうこともいいのかなっていうふうにはすごく今思いましたありがとうございますそれではですね、えー、と続きましてえっ、ー、と ふるさと CM 大賞のお話をちょっと高校生の皆さんにお聞きしたいなというふうに思っております。ふるさと CM 大賞の、えっ、ー、と、動画がまずあるというふうに聞いてますので、まずはちょっと動画を流していただきたいなというふうに思っております。お願いします。も好きになるあ、食べます かッパの方は先輩で卒業しちゃって今はもうカッパじゃなく、はい、あの生活してると。ははいそうですね今は就職してあ 頑張って働いてらっしゃるんですね。合羽、はい、先輩は <laughs> ありがとうございます。今のすごくインパクトある面白い CM だったんですけれども、ちょっとこちらの CM についてえっとまあどういう経緯で作られて、その CM 対象でどんな結果だったかっていうのを簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。えー、っとこの CM はそのもとお米を使って庄内町のお米を PR する動画を作ろうという。 感じでで作っったた動画だったんですけどそこに庄内町に河童伝説があるっていうのを先輩が情報を持ってきてくれてそれでカッパと米組み合わせたらめっちゃおもろいんじゃねって <laughs> <laughs> なってそれで組み合わせて作ったんですけど結構なんかインタビュー風で何て言ったらいいんですかシビアな感じの。 シュールな感じの動画なんですけどやっぱり河童の印象が強すぎてなんかシュールでありながらユーモアがあふれる面白い動画なんですけどそれが昨年まさかのグランプリを取りましてすそんな感じですね。 ありがとうございますそのカッパの伝説を見つけてきたっておっしゃったんですけどもそのカッパの伝説っていうのは全然知らなかったんですかこれまで。いや意外とカッパ庄内町のいろんなところにいるいたのでカッパですか像とかが、はい、カッパの像とかがいろんなところにあって <laughs> 庄内町ってかっぱ伝説意外と有名なところだったんですけどでもそれを取り上げようとは全然思ってなかったので。 それを持ってきた先輩には感謝ですねありがとうございますあだと今、米の話ずっとここまでしてきましたけどもカッパも結構有名だっていう新事実がありましたがこれ、カッパって何かコンテンツになってたりするんですかね、なんか分かる方いますか、観光のコンテンツになってるとか何か話されたりしますか、玉シさんとかってカッパの話とか。そうですねあの えっとすごい実はカッパで有名というかのおじさんがおじさんいらっしゃいましてッパおじさんですねであの、まあ、近いといと道の駅庄内風車市場のところに実はカッパの像が見たいかなあるはずなんですけどでそこの像を見たことあるかなみんないらっしゃると思うんですけど河童の像があったりとかあとカッパの像が確かお嫁入りしたかお向こう入りしたかで確か えっと岩手県の遠野の方にもカッパがつながっているよっていう縁を聞いた記憶があるんですけども、まあそんな感じで実はそのカッパ伝説とを発を起点にしたいろんなこう発信というかもうあれというふうにすみませんちょっと断片的ですが伺ってます。ありがとうございます。なんカッパと米を合わせたの CM 本当になんか素敵な CM だなと思ってまして、結構ふるさと CM 大賞っていろんな学生だったりあとプロだったりいろんな人があの応募してこう 実際にあれれ勝つとこうで流れますもんねなのですごくやるんですけどもその中でやっぱりグランプリを取ったっていう本当にすごいなというふうに思うんですけれどもこう今の若い高校生世代からしてこの今これまで話してきた庄内町の魅力を県外の人とかに伝えるためにはどういう方法で伝えていったらいいなというふうに思いますかやっぱりその今回の CM もそうなんですけど。 やっぱ動画を使ってとか今どき TikTok とか YouTube のショートとかで短い動画でそのすぐに情報が分かるっていうのがいちばん,うんですか、ね、情報を伝えるのに手っ取り早いと言いますか便利なんじゃないかなって思いいまますすありがとうございますショート動画を使うという話がありました。実際に、えー、と佐藤さんは例えばその SNS とか、えーとまあ米を、自分の活動を広げるために SNS 活用とかもされているとは思うんですけれどもショート動画とか動画系についてはどういうふうに思っていますかそうですねあの、やりたいんですけどちょっと今忙しくて手をつけられてなくて <laughs> あのそれこそ農寒期に入ってからゆっくりそこら辺は構築してネタをいっぱい貯めておいてちょこちょこ発信していくっていうような下作りをこれからしていきたいなと思っています。 ありがとうございます。せっかく素晴らしい監督が高校生にいますので、なんかそこをコラボしたら面白いなって勝手に思いました。そうそうそうぜ,ぜひ。よろしくお願いします。監督いかがですか。こちらこそ、コラボしていただければ、とても嬉しい限りでございます。<laughs> いいですね。一個生まれました。<laughs> ということで、ちょっと多いんですけれども。<laughs> ありがとうございます。実際にこう。そうですね。あの。 今日お二人もご参加されてますけれども何かこの CM 大賞についてとかあと CM 大賞そんなに関わってなければ例えばまあこんな情報発信をしたらいいなとか何か思っているものあれば一言ずついかかがです私、坂田出身なんですけど坂田出身だと少年町のことがあんまり分かってなくて。うん けど、CM 制作に関わってると庄内町のことがたくさん知れていいい経験になりりまました。ありがとうございます。私はあの庄内町で生まれ育ってきたんですけど自分にとって当たり前だったことが他のところに発信するとこんなに受けがいいんだなって。うん <laughs> 思ったので、これからもそういったことを発信していきたいなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんもう時間もあともう少しになりました。あっという間に90分ということで、えっ、ー、とそろそろまおまとめに入っていきたいと思うんですけれども、まあ今日えっ、ー、とその米の魅力、そしてこの町自体の魅力ということでいろいろとお話がありました。で、メインとなるあの大事なテーマとしてやっぱりこのまあ農業をえっ、ー、と まあ楽しくかっこよくそしてやっぱりしっかりと稼いでいくそこにお金があることによっていろんなものにまああのお金を使えるっていうところがあると思うんですけれどもちょっと最後にえと佐藤さんにまずお伺いしたいのが儲かる農業にするために重要なことって何だと思いますかうん割と誰で,も誰でもできるというかその多分一番はこう最初からこうあの でこれはできないとか今までの地域の慣習こうだからこうやっちゃいけないのかなとかなんかそういう固定観念をこう何て言うかまず一回取っ払ってちょっとこれやってみたら面白いかなとかこれやってみたら何て言うかなこうもっとこうよくなりそうだなとかなんかそういう想像の膨らませ方というかなんかその誰でもできる意識を変えれば誰でもできると思うのでそれって農業だけじゃなくて何でもそのね 自分の人生を良くしていこうと考えた時にはやっぱりその今までと違ったことをちょっと考えてみるみたいなそういうところがなんだかんだ一番大事なんじゃないかなというふうに思いますありがとうございます池江さんにもお話をお伺いしたいんですけれども今実際いろんな作り手の方とコラボしながらその方たちの魅力を最大化するっていうことをやられていると思いますが具体的にやっぱりこれからどういうことをしていきたいとかどんなことをしていったらその魅力がもっともっと伝わると思っておりますでしょうか やっぱり高校生も佐藤さんも皆さん言う通り発信の仕方でその分かりやすく見える発信で分かりやすい動画を作ってその分かりやすく庄内町の魅力を伝えてちょっと興味を持ってもらうところから始められたらなと思っています、はい、ありがとうございます。分かりやすくというキーワードがありました。さらさんこの庄内の魅力そして米の魅力を世界中の人にもっとやっぱ知ってもらいたいなと私も思うんですけれども何が大事だと思いますか 何が大事かな、えっ、ー、と正解の人に、えっ、ー、と本当に自然なところが美しくて美味しくて、えっ、ー、と農家直接からあの食べるものがあればそれが一番なんか安心な安全な生活だと思います。ありがとうございます。直接農家のものが食べれるというところですね。はい、はいはい、ありがとうございます。 田越さんは今日のお話を振り返ってですけれども普段はこは体験を、まあ、観光コンテンツというか体験を販売されていらっしゃると思います、はいはい、で今日米というまたその作り手さんやその商品の話がありましたけれども、まあ、これからどんな活動を通してもっとこの魅力を伝えていきたいというふうに思っておりますかそうですねあのまあ自分はそのガイドもやっているのでまずそのガイドとしてお客様に,にこういう良さっていうのを伝えていきたいんですけどもそれだけじゃなくって、まあ、よりこうえっ、ー、と なんですかね、よりこの発信力だけじゃないこう直接来てもらう、まあ、来てもらうための何かこう場所というかも提供したいなと思ってまして実は私あの今初内町で空き家を購入しまして<あ>これだけの話しゃないんですけど購入しまして。 佐藤さんと同じような形でゲストハウスをするかどうかわかんないんですけどもあのや,りますやることにしてますあのちょっとすごいなんか発表なんですけど私の中では。でそういった形でまずその受け入れるところも作りたいですしそこの発信もしながら実際にこう体験してもらう食べてもらう来てもらうっていうのは大事だと思うのでまずその来てもらうための場所作りっていうのをしながら泊まってもらうってことも大事なんですけどもその体感っていうのをやっぱり輪で広げたい。その 一つ感じ,た感じてもらったことをその人からの発信の,、まあ、あのきっかけにしてもらってその輪を広げていくところでそこがやっぱり私がやりたいことですしそのことをこうこう地道にやっていくこと本当に地道なんですけども私の協力隊の活動ってほとんど地道だったのでずんなことを小さなこと目立たないことをやりながらそのことで輪を広げてきたので、まあ、それを今後も続けていければ。 あの少人数魅力も発信できると思うし、まあそれが一番大事なのかなというふうに思ってます。ありがとうございます。では最後に高校生の皆さんにもお伺いしたいんですけれども、まあ今日の話を聞いての感想やこれからこの魅力をもっと多くの人にあの知ってもらうためにどうしたらいいと思うかっていうのをちょっと一言ずついただけますか。はい、えっと今日のこの話し合いで結構。 庄内町っていろんなものがあっていろんな発信の仕方をしてるんだなっていうのを学べてすごくいい機会になりましたなのであのやっぱりこういうアイデア出しをできる場所があったらすごいもっといい PR ができるんだろうなって私は思いましたありがとうございますではお願いします 今回の話を聞いてあの自,分自分たちの身の回りにもたくさんの魅力がまだ隠れているのかなとも思ったのでその自分たちが気づいていない魅力なんかももっといろんな人に発信していけたらなって思いました。ありがとうございます。 今回のディスカッションに参加してゲストハウスだったりとかちょっと知らない情報がまだまだあってとても面白かったですありがとうございますさあそれでは時間になりましたのでまとめていきたいと思いますけれどもまさにあった、えー、と今日の,あの魅力あの大きなこと3つあったかなと思っていてやっぱり1つはこの農業っていうものはあの全然こう 大変だとか稼げないとかそういうイメージを持っている方がいるかもしれないんですけどもまだまだ農業というものはポテンシャルがあってえしっかりとした働き方そしてそこをかっこよく見せようというこういうあの代表した農家さんもいますのでぜひ興味ある方はあの農業っていうものでしっかりとなんか お金もも稼いで時間も使ってさらにそこにあの自分の大事な時間や自分の学びに投資するみたいなことができるなというそこがすごく今日の学びでしたでまたえと玉越さんからあったその魅力を自分たちが知ることが大事だということでやっぱり県外の方は魅力に気づいているけれども逆にこういる方が気づかないっていうことが今起きているのかなとそこを先ほどあの感想でもありましたけれども意外とあるんだとかあと意外と立地いいんだとかですねそういうことに少しでもあの目を向けていただければいいかなというふうに 思いましたそしてまた最後こういうディスカッションする場があるといいなっていう話があったと思うんですけどもまさにこのユースサミットきっかけにあの そういう,こうアイデアワークショップみたいなものをまあ今日は我々いろいろいましたけれどもあの学生生徒さんの中でもそういうことを発信したりとか逆にそういうことのアイデアを例えば佐藤さんみたいな農家の方にこんな動画撮ったらいいんじゃないですかって言って一緒にやるとかそういうこうまあ皆さんが連携したことで生まれるこう相乗効果みたいなものもすごくあるのかなと思うのでやっぱり皆さんこの 庄内町というところをあの知って好きになってそしてそれを発信するということをみんなでやれば本当に自分たちも過ごしやすいこう魅力的な町になってそして多くの人にそれが届くのかなというふうに、えー、思いました今日あっという間の90分間でしたけれどもご、えっと、えー、聞いてくださった方も、えー、ありがとうございました少しでも今日のことがきっかけで何か考えや未来の選択肢にポジティブなイメージが与えられたら非常にいい時間だったなと思っております改めまして皆さん今日はありがとうございました パネリストの皆様、ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお送りください。いろいろ学びがあったお時間だったと思います。ここからはですね、本日会場にいらしております皆様お手元のボード、え本日のディスカッションを聞いた上での感想やご意見をご記入いただきたいと思います。すでにご記入いただいている方も多いかと思いますが、皆様からの積極的な発信のご協力をよろしくお願いします。 もうすでに皆さんも書いてあるんでしょうかこれからご記入されるんでしょうかねさて三浦さん水飲んでください <laughs>、はいはい、今回この庄内町のエリアセッションまた、はい、なんてううんでしょうね再認識することそして新たに学んだこと知ったこといろいろあったかと思いますが、はい、あの三浦さん自身も、まあ、私たちもそうですけど高校時代または学生時代地元について聞かれると意外と。 本当は当たり前のことなんですけどその当たり前が気付かなかったりとかあとどうしても外側に目を向けてしまって都会はいいなとか隣の県はいいな隣の町はいいななんていうことも多かったと思うんですけど今日はそは自分たちのふるさとの魅力をあの本当に再認識できるいい機会だったんじゃないかなと思いますす、はい、そうですねもうまさに高校生の時なんて飯がうまいとか、はい、でも当たり前すぎて、はい、うまいって思わなおととい、その内容のラーメンでも話したんですけど。はい 南洋のラーメンが美味しいのを知っている人はやっぱり南洋以外のラーメンを食べたことがある人がやっぱり思うので,そうです、ね、多分皆さんも大学とかわかんないですけど、はい、社会人になっていろんな場所の飯を食べた時に庄、はい、内町の飯どれだけ美味しいのみたいなところに気づくのかなというふうに思っておりますそういうふうになんか自分の町のいいものと他の町にあるものをこう比較できるようになってくるわけですよねでもあの農業に対するイメージっていうのはやっぱりここ数年でかなり大きく変わってきているかと思います。あの 本日いらっしゃった佐藤さんのように、ね、あのなんで農業っておしゃれなんだろうとか楽しいんだろうみたいなそういう発見もあってびっくりしますすよねねそうです、ねうん、めちゃめちゃ映像がかっこよかったので、はい、あれをなんか流し続けたら弟子入りさせてくださいみたいな人がいるんじゃないかなとうう思って <laughs> <う>やっぱりそう考えると、はい、言葉で農業ってかっこいいですっていうよりも、はい、あの1分の動画を見せられただけで。はい かっ,こいいって伝えれると思うので,、はいうでね、今日お話もありましたけど動画の力ってすごいですす、ね、すごごいいででよねね、まあ、SNS もかなり皆さんの日常に浸透してきて当たり前のものになってきてそこを利用していかに発信しているかいかにあの多くの方に知ってもらえるかということになると思うんですけど実はあの今ねあの学,、はい、学生さん生徒さんたち今記入されてますが今日参加されたパネリストの方々も報、はい、同にすでにどう発信していくべきか。 これからやってみたいことなどを書いていいてたただいたんですよねあの、はい、グループごとに皆さんいろいろどんなことを書こうか今悩んでいるようですけれどもあのもしかしたらパネリストの方々のご意見なども参考になるかもしれませんじゃあパネリストを一旦開示しましょうかそうしましょうかじゃあ、はい、パネリストの方見せてくださいドンドンこんなことを皆さん書いて、はい、いらっしゃいますありがとうございますじゃあ、えー、池江さんちょっと好きの発信あ<ー>その心は えっと、SNS とかでも普通に発信していると好きなもの自分が好きなものでないとなかなかうまくなんかあんまり知らないものとかを軽く紹介しても全然いいねつかないとかなんですけどやっぱり自分がおいしいとか好きって自信持って言えるものを投稿する時ってすごく反応も良かったりするのでやっぱり自分がそ,れそのものが好きってことが一番大事かなと。 思ってますありがとうございます、めちゃめちゃいいお話でした、ね、好きを発信しようということでしたね、確かに、はい、あとは、どうでしょう、<laughs> 著名人とコラボして、省内の各地を巡る旅、動画制作<ー>、はい、これはどういうことでしょうか、ちょっとお話しください。いや自分がやっぱ今回制作をした としてて参加させいいただいただのでちょっと動画関連のコメントを書かせていただいただけなんですけどそうですねやっぱ有名な人とコラボしたらここあの人行ったところじゃねえみたいな感じで人集まってくれるんじゃないかなと思って書かせていただきました、はい、ありがとうございます普段から動画制作とかなんか街の魅力発信動画とかを作ってるわけではないんですか 街の発信とかはしないんですけど動画制作は時々してますねどういう動画を作られてるんですか自分で描いたイラストのアニメーションをよく作ってるんですよすそれはあんまり庄内を街を舞台にしているわけではない全然関係ないですあ,ありがとうございますぜひそこのにちょっと掛け算でちらっと <laughs> 実はこの背景は庄内町なんですみたいなものがあるとおもしす。そうです、ね、そのうち作ってみますの、はい、さああのかけた方とかいればこう掲げてほしいんですけれども。はい、あの会場の中ですでにボードを記入し終えたというグループのリーダーの方がいらっしゃったらっ、はい、ぜひこちらの方に掲げてみせてせいいただけないでしょうか。そしてそれを一言説明いただけたらと思いますがいかがでしょうか。 読むだけでも大丈夫ですでも本当皆さん真剣にというかも一生懸命あの相談しながらボードに記入しててくださってるんですねもちろん今日の感想でも構いませんしこんなことをあの自分たちだったらやってみたいなんていうのがあればぜひ書いてください。 書き終わった方いればちょっとこちらに見えるようにしていただけると大変ありがたいんですがいかがですかいかがでしょうかはい<お>上げて,てました,ましたはいでは今マイクをお持ちします <laughs> よろしくお願いします <laughs> あ<ら>ちょっと待ってくださいね 今日今日のこのサミットを 通してと僕たちはその庄内町にはやっぱり魅力がいっぱいあるなって感じました。そして米も美味しいし農業にも興味を持つことができました。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。はい。他に他にいかがでしょうか。じゃあちょっと掲げていただけると。 せーのできますか。せーの、あげてください。どん、あれ。書き終わってない。あ、書き終わってます。そちらの。じの。一番最前の奥から三番目の方。はい。はい。ちょっと前に出てきていただくことになりますが、いいでしょうか。あ、そのおと、お隣の。お隣の。はい。メガネを。はい、メガネのグループ。あ、左側のグループ。最前、最前列の。 はい、一番左側のグループです。あ、はいこちらです。目の前のはい、その皆さんお願いします。あ、まだ記入されてなかった。った <laughs> じゃあそのお隣のグループはどうでしょうか。はい、その隣は。書いてない。お願いします。<laughs> じゃあすみませんがこちらに。 お越しいただいてもいいでしょうか。どういうふうに。ええ、自分たちのところでは。 ファンでは自分たちが知らない地元の魅力に気づくことができましたということを書きましたありがとうございますもう一つご意見を最後にいただければと思います締めのはいはいいかがでしょうかじゃあいける方ちょっと見せてください書いたところ 全員で上げていただければ。お願いします。願いします。せっかくなので、ご意見をシェアしてください。あ、あ、あ、わりました。<laughs> はい、真ん中の。はい、方、お願いします。お願いします。どうぞ。あの、恥ずかしかったら、二人で出てきていただいても構いません。グループで出てきちゃってもいいですし。お願いします。はい <laughs> えー、おこねお米を食べたくなったいややっぱりみんなラーメン好きなんだって書きました。あありがとうございます。何かもう一つ動画があるということで。はい、はい。実はですね、はい、あの今回生徒さんたち手がけた。 最初の最初に流れていた動画をもう一度ここでご覧いただこうということで上映させていただきます、はい、あので渋谷って撮影されたそうなんですがそれに関するお話もぜひ伺えたらと思うんですがいいですか渋谷の109であの放映されることになりまして109で放映されると、はい、放映されるということなんですね。はい ご覧ください。カワハも好きになる、将来の米キュウリも好きだったんですけど、米の方が好きになったんですよ。将来物といったら米ですよね。いただきます。あ、食べます これが渋谷の「マルキュー」で流れるかなりのインパクトがこれ、ありますよね <laughs> これ流れたらあの渋谷に行った方、多分どこなんだろう、多分検索すると思うんですよ。い<や>ま、<laughs> これ出てますね、はい、イメージですかね、これ、はい「これマルキュー」で、それこそ今、渋谷に行くと海外の方もめちゃくちゃいますからね。 きっと、これは撮影されて、検索して、そこから、庄内町がバズるっていうこともありそうですね。はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。さあ、今回はですね、ユースサミット、まあ、初めて高校を舞台にというか、あの、会場に開催されることとなりました。えー、皆様のご協力、本当にありがとうございました。 え本日の記入いただきましたボードはですね、あの会場を出るときにあ,のあちらの受付にて回収いたしますのでお渡しください。皆さんからいただいた貴重なご意見、私たちの方で確認させていただきます。本当にありがとうございます。 以上を申しまして、山形ユースサミット2024庄内町エリアセッションのパネルディスカッションは終了となります。この後は今日お集まりいただきました皆さんとの記念撮影を行います。このままお席に座ったままでお待ちください。なお、本日お配りしております資料に QR コードがございますので、読み込んでいただき、アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。生徒さんたちは携帯電話、スマートフォンは今お持ちじゃないですかないですね。後ほど、えー、QR コード読み込んでいただき 読んでいただきましてアンケートのご協力をお願いいたしますそしてご参加いただきました一般の方々もぜひアンケートへのご協力をお願いいたします山形ユースサミット2024エリアセッションは10月22日南陽市そして本日の会場庄内町この後11月10日船形町11月17日山形市の山形県内4カ所においてそれぞれの地域文化や抱えている課題について議論してまいります 会場に直接見に行くことができない方は YouTube 配信を通じて議論の様子を見ていただくことが可能です。本日はごご参加誠にありがとうございました。 えー、それではこの後記念撮影を行いますまずはパネリストステージ上の皆様だけで撮影を行いましてその後会場の皆さんとの撮影となりますのでそのまま会場の皆さんはお待ちくださいあではせっかくですのでパネリストの皆さんまず1枚目は本日ご記入いただきましたボードを。 あの胸のあたりで掲げていただいて写真を撮りますその後ボードなしでの撮影を行わせていただきます それではお待たたたせいししましたこの後パネリストの皆様あのステージの下に降りていただきましてえ本日ご参加いただきました生徒皆さんとステージ上にカメラマンがあの参りますので撮影をさせていただきます。 それではです、ね、ちょっとあの今ステージ上にカメラマンの方々がいらっしゃいましてパネリストとの司会の私を下に降りて皆さんと一緒に写真を撮,りますあの、えっと、撮影する際にもしかしたら皆さん立ってもらってこう中央に寄っていただくことになるかもしれませんがその時はカメラマンの指示に従ってよろしくお願いいたします。 それではえっ、ー、と今カメラマンの方からご要望がありました。すいませんが皆さん一旦席を立っていただいて中央の方にそのまま寄っていただけますかで、あのー、グループリーダーの方本日書いていただいたボードをぜひ掲げていただければと思います。ご協力よろしくお願いします。